スカンクを運搬する、車両スカンクは群衆の制御を目的として、イスラエル国防軍が使用する悪臭による、必死性兵器。名称は、同盟の動物に由来する。スカンクは、放水銃から霧状に発射され、それが付着すると何であれひどい腐敗臭や、下水の匂いがこびりつくが、これは、簡単には、洗い流すことができず、最大で5年にわたって、服に残ると言われている。 匂いによって群衆をコントロールする最初の試みは2004年にイスラエルで始まり2008年8月にビリンで初めて実際に使用されたビリンでのスカンクのデモンストレーションイスラエル警察の技術開発主任デビッド・ベン・ハロシュによるとスカンクはイーストとベーキングパウダーを含む天然有機成分からなり有害な物質は含まれていないため摂取しても害はないという 開発者らは、世界中の軍隊にスカンクを販売する予定である。匂いを除去することのできる特殊な洗剤が、スカンクの製造元から販売されているが、政府機関等のみが購入でき一般には、入手不可能である。ある撮影者の証言によれば、トマトケチャップをつけて吸ってから洗い流すことで、匂いが弱まるという。パレスチナ人の間では、スカンクは、単にクソと呼ばれている。 アムネスティ・インターナショナルや別エレムはイスラエル国防軍によるスカンクの使用を批判している。また、抗議運動とは無関係な人々や施設に対しての無差別的な使用も批判を受けている。イスラエル国防軍は懲罰的にスカンクを使用しているとの指摘もある。抗議運動に対する集団的懲罰としてパレスチナ人の住居にスカンクが噴射されることもあるという。 別レムの批判的なレポートに対し、イスラエル国防軍は、スカンクの利用には規則があり、群衆が暴力的になったり、破壊行為を行った時にのみ使用されると反論している。スカンクは、アメリカ自由人権協会から2016年に出版された NGO 団体、PHR とインクロによる群衆制御兵器に関する合同レポートにおいても批判されている。 ありがとうございます。